皆さんこんにちは。こんにちは。今回はですね、リバライトの、武藤悦子さんに、いろいろお話を聞きたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、その武藤さんの事務所に来て、お話を聞いております。武藤さん、いろいろねお話聞いたら、結構このスピリチュアル業界っていうのかな、こういう、まあ、そんな言い方があるかどうか分かりませんけども、はい、こういった見えない世界っていうのかな、こういったことにすごく長く携わってらっしゃるってことを聞いたので、はい、ちょっとそのあたりから、はいはい、教えていただけますか。そうですね、はい、もう28年になって、はい、しまいました、はいはい、90年代初頭ですよね、はい、まあ、シャーリー・マクレーンの本が出て、はい、日本の、当時精神世界がニューエイジと呼んでいた時代です、はいはい、その幕開けの時から関わっている感じですね、仕事として、はい、いわゆるそのスピリチュアルっていう言葉が世間でね、うん、出る前のことですよね。そうですね、ヒーリングって言葉もなかったですね、ヒーリングもなかったんですね、はい、なかったです。そうか、うん、でもそのね、そんな時からこう活動されてるっていうことなんで、はい、まあいろんなことをね、まあ、はい、本の中でスピリチュアル辞典っていうのも出してるぐらいなので、はい、そうですね、ありとあらゆるものを学んできてるっていう印象があるんですけども。そうですね、今はインターネットがあるので、ね、はい、だいぶ学ぶのが楽になりましたけど、はい、当時はやっぱり海外に出て、いろいろと勉強することが多かった。多かったんですか、はい、例えば具体的にジャンルでいくと、タロット、はい、タロット、ヌメロロジー、アストロ、はい、ヌメロロジーっていうのは数秘学、はい、はいはいはい、数秘ですとか、はい、まあ、西洋占星術、占星術、はい、とか、まあ、オリジナルのものとかも作っているので、はい、女神とか天使とか、はい、マーメイドとか、はい、あとはエネルギーヒーリングですね、はい、はい、タロットもそうですし、はい、いろんな、まあ、多岐にわたって、はい、学び、まあ、それを教えている感じですね、ずっと、はい、でなんかね、そのいろいろこうか、そのカウンセリングっていうか、はい、あれした、方もね、はい、4万5000人って聞いたんですけど、はい、すごいですね、はい、およそそれぐらいになりますね、累計はね、はい、すごい数だと思います。いやいや、はい、はい、まあ、そういったねキャリアのお持ちの武藤さんなんですけども、はい、後ろにねこうすごくカラフルな瓶が並んでて、はいはい、これはいわゆるオーラーソーマというって聞いたんですけども、はい、ね、今こちらの方は結構割とメインになってるって聞いたんですけども、はい、なぜこれに惹かれたかとか、そうですね、そういったところってあると思うんですけども、はい、うん、まあ、オーラーソーマとの出会いは93年頃だったんですけども、はいはい、まあ、知り合いからこういうのがあるよと教えてもらって、はい、すごい武藤さんにぴったりな気がするっていうふうに言っていただいて、はいはい、で生まれて初めてこのボトルを見た時に、はい、本当に一目惚れをしたっていう感じで、はい、わあこの何これっていうふうに思って、はい、多分初めて見た人皆さんそう思われると思うんですけど、こう水が2層に分かれていて、はい、なんで分かれてるのと思ったり、名前があるんだ、全部意味があるんだ、すごいと思ったり、はい、でね、聞いてみたらカラーとクリスタルと植物が一つになってる、はい、でそれ以前に私カラーとクリスタルと植物の勉強をすでにしていたので、ああなるほどね、はいはい、私の好きなものが全部一緒になってるのがあるんだっていうふうに思って、はい、でそれがすごい感動したっていうことがあります、はいはい、それがオーラソーマとの出会いですよね。出会いなんですね、はい、本当に一目惚れをしました、はい、一生これを私は一生かけてやっていくんだなっていうふうに、まあ、思いました、うん、なるほどね、はい、だ90何年ってさっきおっしゃってましたが、もう20何年ですね、うん、はい、そうですよね、はい、当時は海外で学ぶしかなかったので、はい、95年の3月から、はい、まあ、イギリスのものなんですが、私セドナに縁があって、はい、セドナで初めてオーラソーマの勉強したんですよね、はい、はい、まあ、でもその後いろいろとこうオーラソーマの本結構何冊も出されてるんで、はい、まあ、いわゆる日本でねオーラソーマをご紹介された第一人者という方で、いやいや、はい、武藤さんということで僕はなんかね、はい、あと知ってるっていうかね、はい、名前を存じ上げてたんですけども、はい、ありがとうございます、はい、うん、まあ、そのオーラソーマですけどね、はい、このインタビューの前にちょっとどんなものかっていうことで、僕も先ほどちょっと初体験したんですけど、はい、いやこれすごいなと思ってね、はい、単なる色の瓶じゃないわって言って、うん、まあ、乱暴に言っちゃったらですね、
もうこの奥がすごい深いんでね、うんうん、びっくりしたんですけども、次回そのちょっとオーラサマーについてちょっとこう広くお話を聞かせていただければと思いますんで、はいはい、よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます。